はい、こんばんは。こんばんは。カメラポジション、すみません。はい、言うの遅かった。どうも、始まりました。特番、ハニーの人間観察 TV でございます。ございます。もうなんか、もう、素人感丸出しで。特番だったんですね。特番、そう。不定期なんですよ。あ、そう、そうなの。ゆるく、漬物担当で、やいずテレビの添える感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、はい、ハニーでございます。で、今日のゲスト、柿田由紀ちゃんで知ってるんで、そう、由紀ちゃんとね、はい、出会って3人で、はい、で、村井さんです。ミッドガルドっていう名前の、スノーボードショップのオーナーさんです。で、併設して電気屋さんもやってる。はい、そうです。はい、ちょっと珍しいお店なんですけど、もともとちょっとね、イベントで、イベントごとで出会ったばかり、まだ今日会ったの2回目なんですけど、うん、そうですね。ね、そう、よろしくお願いします。はじめまして。はい、はじめ、あ、違う違うミッドガルド、富士市の厚原、はい、はい、で、お店をやってらっしゃいます。はい、村井正人さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。はい、で、この素人感満載な感じ、すいません。とりあえずいいと思いますよ。そう、もう、はい、なんか慣れなくて、簡単な自己紹介を振っちゃっていいですか？はい、どうぞ。はい、どうぞお願いします。はい。はい、人に感動を与える村井正人。あ、はい、ただそこにちょっと間入れると、人に感動を与えるブサイク村井正人っていうテーマがあります。いや、うん、ブサイクじゃないよ。そうっすか？じゃないよ。やった。やった。この間会った時スーツだったんで、すごい全然別人でびっくりした。後ろから来た、村井さんかなと思って。メガネ男子です。大好きな大好物パーマネントヘアのメガネ、いいですね。いいですか？いいです、はい。すいません。お店、はい、お店なんか紹介とかあったら。そうですね、はいはい、まあ普通に、うん、見た目は本当その電気屋さんなんですけど、はい、その半分がスノボード屋さんになってて、まあ、ちょっと、すごく入りづらいお店ですね。あ、本当？はい、普通は、うん、ただちょっとこうスノーボードが本当に好きだったりとか興味がある方が入っちゃったら、うん、ちょっと逆に出れないお店になっちゃう。でもすごい、この前会った時にザ電気屋さんな感じだったからネクタイ締めて本当に今日本当スノーボーダーって感じで。そうですね。で、やられてるんですか？何ですか？スノーボードやられてますよね。はい、じゃあ、売れたことなくて。やってます、やってます、やってます。結構、歴何年ぐらいやってるんですか？いや、もう、何年ですかね、19、20年とかですね。あ、本当？はい。私、実は、どのぐらい前だろう。今、自分が何歳だったか分かっちゃった。20年以上前、3年間だけやってました、スノーボード。あら。はい。手を骨折しました、右手を。着地に失敗、うんうんうん、あるあるです。あるあるです。そうで、そのまま病院行って、はい、引っ張られて直し、すごい痛い思いをして、はい、1ヶ月右手だったから何もできず、マニュアルの車だったんで、どこにも出かけられず。もう嫌ですよね、そういうの味わっちゃうと。そう、骨とともに心も折れて、はい、3年でやめました。あるあるです。そう、好きな人ってでもすごいよね、怪我しても全然やっちゃうから。そうですね、そう、でちょっとこうスノーボード自体がこうアドレナリンとかこう脳みそにこう危険な物質がいっぱい出るような、そうなんだ、スポーツエクストリームスポーツの要は領域に入ってるんで、一応、もちろん競技としてもあるんですよ。競技としてももちろんあるんですけど、やっぱそういうエクストリームスポーツのちょっと風味がある。BMX とか、うん、スケートボードとか、うん、そうですね、サーフィンとか、うん、いうノリがあるんで、エクストリーム系スポーツ、はい、そうです。なんで、はい、そう言います。横乗り系みたいなね、うちら。あ、けどあれですよ、インラインスケートとかもエクストリームスポーツですよ。なんかかっこいいですね。そうそう、なんか似顔絵師とかより全然かっこいいですね。まあ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 、絵描きとか。まあけどほら、うん、なんか横文字多めじゃないですか。そんなことないですよ。多分僕だってあれですよ、銀融詩人もかっこいいと思います俺。あ、え、うん、絶対銀融詩人っていいくないですか。さっきのジャンさんの、そう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 、
キユシ人って何ってさっきすげえいいと思いますよ。ジャンさんも、うん、あのメガネに話脱線してるけど、あのもしゃもしゃ、ね、もしゃもしゃパーマネントヘアなんですよ、うん、でミュージシャンでそうかっこいいと思いますよ。だからそういう、うん、多分僕はたまたまそのスポーツというかそっちのちょっと危ないというかこう危険性があるのに目覚めてしまっただけであってうーん、でもなんか横文字でかっこいいなと思ってなんかエクストリームとかティラミスとかもじゃいいって感じですか。あーうん、うん、かっこいいそういう感じそうだん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 乗ってきた、はい、この前の感じでうん、なんか似顔絵師ってないじゃないですか。あるのかな英語わかんない。いやいや、あると思いますよ。でアーティストっすよね、やっぱ一つで。あーアーティストって言うとかっこいい、はい、うん、なんかもうなんか恥ずかしくて言えないけどいいと思いますよ、そういう意味で。そうか、はい、はい、そうなんだ。かっこいいです。な、うん、十何年もうやってますね、なんだか彼これ気づいたらずっとやってますね。そうか、はい、なんかで、ね、あとちょっとそっかすいません、すいませんなんか、あのね、すいません、本当に、はい、素人感が。いえいえ、はい、告知がね、告知がもういいですか、告知をね、もう。あ、全然もう、あ、もういいんですか。なんかでも、うん、あったら、俺のなんかアピールタイム。電気屋さんの方は大丈夫ですか？電気屋さん。まあ、電気屋さんは普通に電気屋さんでやって、東芝系のね。東芝のね、電気屋さんを、はい、やってるんで、うん、まあな、まあ、けど、何かあったら、はい、電話してください、ね、お母さんいい人でしたそうだ、あ、そうだ、最初会った時に初めましてだと荷物持ってくれたんで、ね、あ、そうそうそう、お母さんと2人で、すごくいい親子のやっている電気屋さんの方もよろしくお願いしますうちのお母さん、あたしんちってアニメで出てくるお母さんにそっくりじゃないですか。あたしんち、どんなお母さんだったっけ、なんかイメージしか、見てください、分かりました、クッてなると思いますうん、なんか、うん、雰囲気覚えてるお母さん、もろ身内ネタですけどねすごい、なんか似てた、2人が雰囲気が、うん、そう、親子ですか、いい人そうね、いい人だなと思って、はいはい、あ、じゃあそう、あの、もし、なんか、あ、そうですね、これは何ですか。これは、じゃん、じゃん、はい、見せましょうか、私、はい、はい、じゃん、見えるかな、見えますかね、なんとかプロジェクト、そうっす、あのちょっと、ね、持たないと分かんないから、はい、ちょっとなかなかこうか、うん、面白い企画か、企画が、うん、こっちから透けて見える、そうですね、富士市の方で、うん、商店街をもっと元気にしようっていう、あ、はいはい、多いですよね、はい、最近、はい、いや取り組みを、うん、まあけどなかなか富士市にしてはよく思い切って頑張ってやってるんで、まあ告知したいのと、まあ僕うちのスノーボードのお店がこの商店街のシャッターが閉まっちゃってるところをちょっと借り2週間ぐらい借りてスノーボードのお店を出そうっていう、空いてるところ、そうです、そうです、それをまあ富士市の方も応援してくれてやろうっていう、なんかフェイスブックで誰かがシェアしてたこのこと、そうだ、見たばっかり で、これまた面白いのが、うん、まあ、当店電気屋さんの半分がお店になってるんで、まあ、1店舗あるんで別に僕はそこだけでいいんですけど、お店に来ているお客さんが俺やりてと俺やりてと、店やりてと、何屋さんか、スノーボードです、あ、はこれ、俺、そう、うちがこれを出すよってことになったら、出れますよってなったら、その子が俺もやりてって言って、あ、そう、俺もやりての子も別のスノーボードショップを経営して、違う違う、お客さんです、お客、うん、うちのお店に来てるお客さんですが村井さんの、うん、村井さんは何、スノーボードやる、やってますね、はい、やっていて、はい、これもスノーボードで出る、はい、けど、ね、別で俺はやりてえって言って、違う、そのここ吉原っていうところ、富士市の吉原っていうところの商店街のところに出すんですけど、そこの店長さんをそのお客さんの彼にやらしてみようかな、うん、ああ、村井さんとこのお店をのスノーボードのその出る商店街のところを任せる、そうです、そうです、そうです、俺がやってみたいってこと、そうです、そうです、そうです、なるほどなるほど、はい、でそういう子が現れ、ちょっとなんかこう、うん、なんていうんですかね、盛り上がってます軽く、あ、そっか、だってお店もあるから村井さんはお店にいなきゃならないのか、そう、僕もけど、ね、シュアールの方に、まあ、ちょこちょこ顔出しには行くんですけど、うん、
でそこでまた面白いのがさっきの柿田由紀さんが手伝いに来てくれるんで、うんうん、そうですね、体の最近なんか仲いいよね仲いいよね。そうそう、そういうちょっと打ち合わせもあったりしてうん、うん、そう、体のメンテナンスとかもできるようなその吉原にそういう、こうスノーボードのお店が2週間だけ誕生出するよっていう、あ、それで、はい、それのそういうプロジェクトのチラシね。そうです、あ、なるほど、はい、期間はちなみに期間は10月3日から10月17日まで、ね、あ、ウチャのスノボとか始まる前で。そうですね、うん、けどイエティさんが、うん、静岡はあるんで、うん、ちょうど開くんです、この頃。あ、そう、日本で一番最初に開くゲレンデはイエティ、イエティです。あ、はい、へえ、さすがですね。だからこの吉原で勝手にイエティさんの開山祭りをやろうとか。うーん、でもちょうどいい時期だ。そうですね、ちょっとこういうのを企画しているんで、ぜひもし興味がある方は遊びに、はい、はい、来てください。10月の3日、あ、違う、これ10月の3日、10月3日から17日まで、ね、はい、はい、吉原商店街の方か。そうです、はい、富士本町と吉原商店街の2カ所で、そう、2カ所であるんですけどね、盛り上げる、はい、商店街盛り上げるみたいな。そうです、そういうやり、ちょっと村井さんは吉原商店街の方にミッドガルトのスノーボードショップを期間限定で2週間、10月3日から17日まで、はい、はい、やるそうなので、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、はい、で、はい、あとは私最近雑談を後にやることにしてた、はい、だらだら喋る枠なので、はい、自分の方の告知、あ、はい、紙じゃなくここだった先に今日は、はい、そう、ジャンさんの時全然もう私の告知何もないしずっと喋ってたジャンさん、さっきの銀融さすがさすがです、銀融詩人だって、あ、会いたい、はい、本当気がいそう私のイベント告知はですね、まあ、毎回言ってます、すごい、次の来月までの全部言っちゃおうかな、とりあえず今週末が3日間あります、金土日、そこはゆっくりようかな、7月26日今週の金曜日が、前の、いつだったかな、何ヶ月か前に来てもらったあのゲストの秋さん、音楽企画のあの秋さんの、音楽イベント、はい、で沼津市のスピークイージーさんで夜、20時からかな、はい、始まって、終わり次第だけど、その間の似顔絵を、音楽ライブをやってる間に似顔絵を私の方でやらせてもらいます。それが沼津市、はい、金曜日26日の20時からになります。で次の日27日土曜日は、菊川市の本所っていうのか、本所、まあ、いや、シェアショップそら豆さんというところで、遥かなるこの時というイベントに出展させてもらいます。お時間が10時から16時になります。そして、この日曜日、28日の日曜日10時から16時が、三島です。今三島にちょっと場所を借りたのでそこでやります、はい、三島市の川原ヶ谷ってとこなんですけど、占い師のお友達のロダムさん と、マッサージの浜北のリアンさん、あ、前にあゆみちゃんのゲストで来てくださったんですけど、と私ハニー3人でやりますの3回目、3人のイベントの3回目を三島さんでやります、はい、3並びです、はい、ハレルヤって名前をつけてるんですけど実は、はい、そこでやります。あとはいろいろザザザとイオンタウン次の週が、はい、そう、めちゃくちゃあるじゃない、そう、めちゃくちゃあるもうね、ほんとヒーヒーハーハーなんですよ昨日すごいね、寝ちゃったの昼間、さすがに疲れちゃって昼寝絶対しないんだけどしたじゃないですかそう、ね、寝ちゃったの本当に。8月の1週目は、イオンタウン富士南が2日から5日、はい、で次の週9日から12日がイオンモール富士宮で、19日の月曜日がトイサマーフェスティバル、トイの花火もやるそうなんですけど、普通の平日なんですけど月曜日で、なんか日にちで19日って毎年決まってるらしくて、はい、花火もやるそうです。でそれに柿田由紀ちゃん、あ、はい、
歌い手さんと、あと私と焼津テレビのゆきちゃん、ゆきパネルゆきちゃんと、なんだっけ、ふうあゆのあゆみちゃん、あゆーちゃんがと、私ハニーと3人、ちょっとそういう音楽じゃない人が出ることになりました。はい、それが時間まだちょっと分かんない、はい、トイサマーフェスティバル19日月曜日になります。はい、長いですね。どうですよ。で、22日の木曜日、西の方はちょっと言っとかないな、浜松町中フェスタっていうイベントに出ます。それは10時から15時、なんだかな、浜松、さっきやり取り来てたな、なんだかな、わからない、あ、ちょっと忘れちゃった名前。場所はちょっと なんとか共同センターみたいなところだった。はい、とりあえず浜松町中フェスタっていうイベントをやらせてもらいます、出展させてもらいます。で、それが10時から17時、8月22日になります。で、その週の土日が、恒例になっているんですけど、2ヶ月に1回と山梨、8月24、25の土日が、岡島百貨店の6階純駆動書店さんの方で似顔絵イベントをやらせてもらいます。それは10時半から、あ、違う、10時からになったのか、なったか、10時だ、10時から19時になります。で、おしまい、次の来月のここまで、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。違う、まだこれから、はい、そんな感じです。もう、そう、前回もフェイスブック見てくださいで終わっちゃったんで、そう、人取りました。こっからじゃあよろしくお願いします。雑談ですよ、はい、はいはい、もうラフな感じで、ラフな感じで、はい、今日はね、本当にまた今日もハニーがメガネ男子を呼びました。はい、もうそろそろ覚えていただいたかもしれませんけど、私は何フェチか知ってますよね。メガネフェチですね。そうですね、はい、メガネと、できればメガネヒゲミュージシャンが好きなんですけど、あ、最近娘にもミュージシャンをやめろって言われました。なぜ、ちょっとミュージシャンは、ママに合わないやめろって なぜ分かってる。なんか体育会系な人行こうかな、今度。ああ、うん、今度大根行きじゃないですか。あ、嫁います。二人目今ね、そう、はい、あ、そう、どうですか、生まれましたもん。生まれました。生まれちゃった、無事に。あ、本当、はい、でも見てますよ今。あ、本当、はい、あ、生まれ、おめでとうございます、はい、生まれました。あ、本当、はい、そうか、結構大きかったもんね。そうそう、もうね、あ、よかった、はい、安産で、うん、スポンと言いました、スポンスポンと娘笑ってたから本当、はい、あ、今2人目だしね。そうか、よかった、おめでとうございます。じゃあ、なんか、じゃあイラストでも描こうかしら。まだまだ顔が、でももうちょい立ってからもいい ね、はい、しっかりね、はい。で、そうなんですよ、メガネで、この前お話した時に、そう、丸メガネってイケメンしか似合わないって話したよね。そう、すごい、メガネのことならハニーにお任せなんですけど、そっから本領発揮してきた。ハギですね、ハギですね。硬いのは無理で、はい、そう、で、ジョン・レノン好きで、うん、って話をね、うん、丸メガネ、やっぱジョンとか、ジョンとかジョンとかみたいな話したら、うん、俺のメガネ、ジョンモデルなんだよね、みたいな感じで。そこに入ってたよね。そうです、そうです、これ。そう、どこだっけ、どこだっけ。ごめん、そう、ジョンのこういう、なんか一筆書きみたいな、はい、似顔絵のね。そうっす。そうなんですよ、ジョンモデルしてた、びっくりしちゃって。ウィンストーンです。ウィンストーン。そうです、盛り上がっちゃって。もうダメです、ね、ジョン・レノンとかダメです。ダメなの、ミドルネームいかないといけない。あ、大丈夫。ジョン・ウィンストーン・レノンですよ。めんどくせえみたいな。ジョン・レノンですね。あ、そう、でもすごい、もうだから盛り上がっちゃってね。そうで、なんかその流れで、今度ハイズテレビ出てくださいよって、初めましてだったのに言ったらいいよって。そうですね。そうで、そう、その時にいつも恒例で聞いてるんですけど、うん、もうこんな、あっという間にこんな時間でございます、すいません、はい、ね、私の告知が長かった。いい村井さんは何フェチですか。あ、異性の。いきなり振る。はい、いいよ、ゆっくりでも。異性の、うん、いいですよ、すごいマニアックなやつでもいい。僕は思いつきとかですよね、多分。そんな考えていることじゃないですよね、うんうんうん、多分、そうですね、匂いフェチです。
練習練習練習なんかすごい連射されましたね。匂いフェチして。匂いフェチで。そう多分匂いフェチです。匂いフェチが一番ですね。で2番が足フェチとか。うん、ああ、アキさんも言ってた。はい、男性が来た時はそう言ってた。はい、で、うん、3番が首フェチで。3番順番があるので。そう首フェチ。じゃあ私のストレートネックとかどうですか？ストレートネック、ストレートネック、スマホ見すぎみたいな。ああ、なんですかね。このラインっつったらいいですかね。女性の。なんかゆきちゃんのなんかこの前言った三角筋ぐらい よくわかんない。ああ、そうなんかそうそういう感じ、うん、そのこう筋みたいな。ああ、あの似顔絵描くときにあのこう首描いてたまにこうすってこう描くやつ。そう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 。そこの感じっす。わかりづらい。あ、それが、はい、なんか。色っぽいってこと？そうですね。はあ、初めて聞いた。足フェチ、匂いフェチはよくいます。いますよね。首フェチ、うん、初めて出ましたね。あと目もあります、ね。目。目。目フェチ？目が悪いじゃないですか。なんで眼鏡を取っちゃうと、僕今 0.01 ぐらいなんですよ。0.0 いくつの世界？そうそうそう。まだ 0. いくつの世界？じゃない。あ、そうそう。なんで僕も。今もうすべて何も見えないです。ちょっとあいや長くなりそうだ。こんくらいの距離じゃないと見えないってことですね。ものがでそれからのそれからの目フェチは何故に何故にですか。多分コンプレックスでしょう、ね、あでも待って、でも目の目フェチのどういう、じゃ逆にどういう目が好きってこと。目がいい人、視力がものすごいあの一番ちっちゃいやつがちゃっちゃ見える人とかそういうことじゃなくてキラキラした目、キラキラした目、キラキラした目。どうしたらいいんだろうそれ、キラキラ。いつも目薬いっぱいさしとけばいいな。じゃあそういう感じじゃないやつですよ。あ、生き生きしてる感じ。そう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 。あ、なんか楽しいことを見つけた時とか、面白いことをやってる時とか、それこそスノーボードもそうですけど。あ、そう、あのこう照り返しでキラキラって。あ、けどそれは全然。ゲレンデマジックですよねそれ。そうあの、ミュージシャン好きだったって話前回したんだけど、はい、ミュージシャンがあのライブハウスだとかっこいいと思ったらちょっと昼間デートしたらが溶けちゃいそうな。めっちゃあるっすね。あるよね。めっちゃステージ降りたらなんか色白のオタクみたいだったみたいな人とかたまにいるんで、かっこいい人はかっこいい人のままゲレンデもあります。ありますよね。ありますあります。こうシャーって言ったら普通にあのね滑り終わって宿とか借りるじゃないですか、うん、もうただのおっさんすか、ね、本当にもうひどい。あ、逆にそう、あ、男性が男性、だからあの歌手もいます、ね、女子はやっぱ今最近の女子はやっぱあれですね、メイクがやっぱね、何でしたっけ、日焼け止めもなかなかすごいですよ今。あ、そう、結構お化粧のそのなんていうんですか、下地になっちゃってるぐらいの日焼け止めが、なんでそんな崩れもしないんですよね。あ、なるほど。そうだからもう全然う女性はない。女性はそのままなんだ。そのまんま。男性はやばいですね。じゃあミュージシャンのあれと一緒ですね。そうやばいです。もう本当にあマジックね。マジックが、だから目がキラキラね。そういうその目がそうですね、目は嘘つかないみたいな。そうで目は出ます。はい、はい、私も絵を顔目のものやってる方面なんで、うんうんうん、そうやっぱりね、今生き生きしてる人ですよね。いいですね、うん、目が、うん、そのエクストリームが好きなのも多分それによく触れるからです。なるほど、なるほど。でもあっという間にごめんなさい、もう25分になっちゃったんです、はいはい、すいません早いです、はい、いやすいません、短くなっちゃった、私の告知長くなっちゃった、ね、全然全然全然楽しい、楽しかった、うん、もう一回じゃあ最後に、最後にじゃあ、あれを、はい、あれをあれしちゃいますか。はい、はい、じゃあこれでまた、それでお願いします、はい、よろしくお願いします。ミッドガルトの村井さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、来週言わなかった。来週まだ言っちゃっていいですか。あ、来週じゃ、来月だ。来月もうテンパってる。来月、はい、あのすいません、あのちょっと押しちゃった、ごめんなさい、まだ55分。私は不適なんで、8月27日火曜日7時半からで7回目で、今度あのゲストに
前も来たことあると思うんですけど、あのバンドのその日暮らしさんの、ドラムの岡崎さんと、あのなんだっけ、ギターボーカルの、熊井さんをお呼びすることになりましたので、またぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。まちょっと1分過ぎちゃった、ごめんなさい。ありがとうございます。全然ごめん。